パサイロード駅は、フィリピン国鉄南方本線の鉄道駅、地上駅、マカティシピオ・デルピラー地区のエスタシオン通りに位置しており、サンタメサ駅とともに、駅のための速道で結ばれた駅の一つである。駅名は、アルナイス通りのマカティ区間の古い名称である、パサイロードから来ている。トゥプバン駅から10番目の駅であり、デラロサ駅、エドサ駅とともに、 マカティ市内の三つの駅のうちの一つである。ビコルエクスプレスやマヨン特急などの都市間鉄道の止まる駅としては、エスパーニャ駅とアラバン駅の間で唯一の駅である。エスパーニャ駅やサンタメサ駅などの駅と同様、機動車の利用に合わせて元のホームが延長されてかさ上げされている。元々のプラットホームも通勤急行の機関車両や一部都市間列車などのために維持されている。 ドンボスコ工科大学マカティ校、マカティシネマスクエア、ウォルマートマカティのほか、ザ・コラムズ・レガスピ・ビレッジ、シティランド・パソン・タモ・タワー、アビダ・タワー・サン・ロレンソ、ザ・ビーコン、ロシズ・タワーなどのいくつかの大型マンションが存在、あるいは建設中である。少し離れた場所には、アヤラ・センター、マカティ・中央商業区、アヤラ博物館などのほかアヤラ・タワー1や、 フィラムライフタワーなどのオフィスビルが存在し、その他、ザシャングランドタワーやビースサタワーなどのマンションが開発中である。地のロセス通り、アルナイズ通りなどのジープニーに乗り継げ、南ルソン高速道路を通るバスにもアクセスできる。パサイロード駅は1908年6月21日に開業した。開業当時は、キャライキャライと呼ばれていた。 一時はニールソン飛行場への支線も存在した。1975年にピオデルピラー駅として駅舎とホームが改修され、パコからこの駅まで伏線路線となった。その後も伏線路線は延長され、1978年にはスーカットまで伏線となっている。新しいホームは2009年に旧駅の北側に建てられた。2018年には、 全国科学技術習慣の一環として、ハイブリッドエレクトリックトレインの運行が行われた。ありがとうございます。